メリナ人はマダガスカルの民族、マレーポリネシア語派に属する、首都アンタナナリボを中心とする中央高地に住む。17世紀にメリナ王国を建国し、マダガスカル全島をほぼ統一して以降、マダガスカルの政治経済の主導権を握ってきた。メリナ人は1世紀前後にインドネシアから移住してきたマレーポリネシア系民族の末裔とされている。 17世紀にメディナ王国を建国し、19世紀にはほぼ全島を支配下に置くものの、やがてフランスに押され、1896年にメディナ王国は滅亡、フランスの支配下に置かれた。フランスは植民地統治のために現地エリートを育成したが、そのエリートの大部分は首都アンタナナリボ周辺に住むメディナ人であった。1960年に マダガスカルが独立すると引き続きメディナ人が社会的エリートの大半を占めた。2009年のクーデターにより政権が変わってもこの構造はそのまま続いた。メディナ人は伝統的に稲を栽培する農耕民であり、中央部の高原に広大な水田地帯を作っている。メディナ人は稲を重視し、稲作が生活のすべての中心となっており、 米は食生活の基本である。また、メリナ族は現在は、キリスト教徒だが、祖先祭のファマディ花など、古代の祖先崇拝の名残を保守している。ありがとうございます。